こんにちは。こんにちは。小原田水沙です。小原田ひろみです。イルカの時間です。いいですね、このハモリ。ねえ、そう。まあ、でもさ、最近ほら、なんだっけ、嫌われる勇気だっけ。なあ。いや、結局さ、あれ売れてるっていうのはさ、結局こう、みんなさ、人に合わせて、周りに合わせてさ、まあ、好かれたいとかさ、するわけじゃん。そうだね。ねえ。だから、そういうことにさ、やっぱ疲れてる人が多いわけよ。だから、嫌われるってのはわざわざ嫌われる必要ないわけよ。ね、なあ、わざわざ別に嫌われる必要ないんだけど、だけども、その、結果としてさ、自分をこう表現して、そして、結果的に嫌われるっていうことはあるわけだから。ね、そういうことに対して恐怖を持たないで、もっと自分を出していきましょうっていうことだと思うんだよね。そうだね。これ本読んでないから俺分かんないんだけどさ。たださ、基本的にさ、私は結構ズバズバ言うタイプなんですよ。セッションの時にはね。っていうか、言葉がどんどん降りてくるタイプの人なのね。でもやっぱりそれをさ、ストレートに言っていい人とさ、言ってはいけない人っているわけじゃん。例えば傷口に塩を塗るって言葉があるけどさ。それはやっぱり随分ね、年を取ってきたこともあるし、経験を重ねてきたこともあるし、随分こう上手に、上手に言ったら言葉ちょっと変だけど、その方に合うように言葉が降りてくるんだった感覚はあるわけ。もうすごい言葉でズバーンとくることもある、でもそれってはっきり言うけど、もうごめん私のせいじゃないからって、そういうふうに言えって言ってるからみたいな、じゃあ誰が言えって言ってるのかって言うと、またねそこがその人によっていろいろ違うんだけど、そういうふうにこうズバッとくるときと、やっぱりいや、なんかもっと言った方がいいのになと思いながらも、ああこういう言葉が降りてくるってことは、今こういう言葉をこの人が必要としてるんだろうなみたいな、あるよねそれはね。そうだから表現は大事だよね。大事。どういう表現の仕方するかっていうことはすごく大事だけど、まあ伝えるべきことは伝えるっていうのがさ、まああんたの仕事だからな。そう、伝えるっていうのは私の仕事なんですよ。どう伝えるか。そう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 。相手の方がこうシャッターを下ろしてしまったらね、もう聞かないってシャッターを下ろしてしまったら、せっかくね言葉が降りてきても意味がないというか。そう、いやでも多分ね、後から分かると思うの。そう、でもさ、そういう人はいるからな。そのもちろん、もう最初からシャッターを下ろしてる人もいるし、いるなあ。だからもうさ、いいんじゃない、その伝えることは伝えて、あとそれをどう捉えようかさ、それ関係ないじゃん。でもね、シャッターを下ろしながらもやっぱりね、シャッターをこじ開けてほしいって言っていらっしゃるんですよ。来る人はみんなそうでしょ。だから来るんだから。そうそうそう。でもさ、やっぱり捉え方っていうのはね、もうそれぞれだからさ、やっぱりそれに対してさ、あなたから言われたことに対して腹が立ったらさ、それで相手のことだから、ね、それをさ、こんなこと言ったらとかさ、あるいはこの人はこういう事情だからとかさ、考えすぎるとね、本当に大事なことが伝わらないと。それだから、その、だからそういうふうに、なんだろう、こんなこと言っていいのかなとか、こういうあれなんだっていうのは、私の顕在意識の部分なの。そう頭で思いながら、でもやっぱ口をついて出ちゃうわけ。え、こんなこと言っていいのって言いながら、ポッと言葉が出てくるとか、そうなんだって、顕在意識と思いながらも、言葉が出てくる。だから常に私は顕在意識と潜在意識が、なんだろう、面白いけど、同時に動いてるっていうかさ、そういう感覚になる時がある。でも多分そういう感覚の時って、多分本当のこと言ってると思うんだよね。私が一生懸命頭で考えて、私が練ったことを喋るんじゃなくって、いや、私ひどい、こんなこと今この人に言ってるわ、とか嫌われるんじゃないかなと思いながら、言ってること多分真実なんだと思う。そうだよな。だから、どんどんそうやって、そういう形でさ、伝えていくことがさ、やっぱ役目なんだよね。そういう、まあ、例えば、テレビだってさ、映ってるもんそのまま映すんだから。ね、編集中作業が入るじゃん。いやいや、もちろん、まあ、あるけれど、そうそう。だけども、その生放送なんかはそうなわけでさ、そうだね、まさにレアな、本当生放送をやってるわけだから、と。生放送、本当ライブだよ。そう、だからもう、それはそれで、いいわけよ。で、それをどう捉えるかって、それはもう、相手の自由だから。そうだね。そこまでこちらが考える必要ないっていうことよ。そうだね。だからそういうさ、セッションモードの時はそうなるわけ。でも日常ってあるわけじゃん、いろんな普段の日常。じゃあ普段の日常で何気なく言ってる中で、あ、こうだなと思っても、でもそれはやっぱり、あ、今言うべきじゃないなっていう時あるじゃん。それはあるよ。状況さ、それは、いや、空気読むんじゃないけどさ、TPO だろうしさ。だけどもやっぱりこう、そういう言うべきタイミングで
が来るからさ、絶対来ると思う。そういう時にはきちんとお話してあげないとさ、伝えしたなと思う、うん、伝えるっていうのは、うん、本当は今世の自分のテーマなんだなっていうのをさ、うん、やっぱりいろんなことを勉強していきながら思うよね、うんうん、だからなんだろう、今こういうネットの社会でさ、うん、ネットでいろんなことを発信するっていうのがあるんだけども、うん、これも本当にただこう発信するだけでいいんだろうかってちょっと私今思っていて、うんうん、だから前はもうとにかく発信だと思ってこう毎日毎日ブログを書いてる時もあったんだけども、うん、ちょっとね今違うんですよ、私の中でなんか、そう、うん、なんだろう、やっぱりね一方的なこうではなく、やっぱり私は双方向のこれを求めてるんだなっていう、うんうん、双方向のコミュニケーションを求めているんだなって、うん、多分ね私体占いで言うと来年はすごく実は大事な年になるんですよ、うんうん、と2017年か、うん、だから多分それに向かってこう私は今そっちのもう準備に入ってるんだろうなっていうのをなんとなく、うん、この、そう、うん、夏の終わりぐらいからすごく感じてんだけど、うんうん、そうだね、うん、まあね体占いで言えばもうね、うん、年末だしね、そう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 、あの来年のあれか、そう鑑定書、鑑定書、その、うん、これは個人の鑑定書、個人の鑑定書、個人個人です、あなたにとっての2017年はこうですよっていうね、どうなりますかって、そう一人一人ね、うんうん、今ちょうどあの新月か、うん、あ違う、この前のスーパームーンだった時、うん、スーパームーンだった時から、募集開始したんですよ、うん、2017年のって、うんうん、タッキー先生今年はね、なんか今年っていうか来年か、うん、すごい力が入ってるっていうか、うん、カレンダーとかもね、うん、体ちゃんの可愛いカレンダーとかも、うん、作ったし、うん、なんかすごくワクワクするね、やっぱり一緒にこうかずっと体占いをここ何年間か一緒に勉強させてもらって、うん、昨日もねちょっとある講座があって、うん、タッキー先生のところに行って、うん、6人いたのかな、うん、やっぱりこう集まるべくして集まった人たちなんだろうなっていうのもなんとなく感じたしね、これはね私のすごい面白いと、やっぱり一人でサロンやってるじゃん、うん、自分って、うん、多分他の方もそうだと思うわけ、うん、自分で治療院やってたりとか、うん、出張で施術やってたりとか、うん、一人でお客さんと向かってるけども、うん、ある時々こうみんなが集まっていろんな情報交換したりとか、うん、いろんなことを話せる、うん、っていうのは、ね、やっぱすごい貴重な機会だね、それはそうだね、うん、うん、それはまあそういういろんなことやってる人が情報交換するのは大事なだからな、そう面白い、だからアロマの人とかさ、神経師さんとかさ、いろいろいるわけよ、うん、そういう人たちがこう集まって、うん、なんてことない会話なんだけどね、うん、でもそのなんてことない会話の中からこうやっぱり得られるものっていうのがやっぱあるんだね、それぞれ、ね、そうだよな、だからまあ割とこうね、ヒーリングの世界とかさ、うん、セラピーの世界っていうのはさ、やっぱこう、うん、まあなんていうの、山本大将的なところがあるからな、そうそうそう、個人事業主だからね、そうそうそう、みんなね、うん、だからどうしてもその、周りの話を聞かないっていうことにもなりかねないからさ、うんうん、よく言えばやっぱり信念を持ってやっている、うん、しよく悪く言えば、まあ、頑固というか固くなというか、そうそう、そういうところ、両面なんだよ、うん、やっぱりね、一発のことっていうかさ、うん、大きくなってる人はね、うん、まあ硬くなさがあるし、ある、うん、間違いない、そう、でも硬くなるがゆえに、広がりがなくなる場合もあるし、ある、ある、もちろんあるな、うん、うん、だその辺はあれだけど、でもある程度のその頑固さは必要だろうし、うん、でも柔軟性も持たなきゃいけないっていう非常に、うん、難しいところにいるわけだよ、うん、な、うん、でも私たちはね体占いやってるからその自分の時期とか分かってるわけ、うん、今はこういう時期とか、うん、自分の特性、うん、私今自分はスネなんだけど、うん、みんな集まるとやっぱりお原田さんスネだよねって言われて、うん、やっぱそうなんかみたいな、うん、普段はあんまりスネの性格って出ないような気がするんだけどね、というかもうそれに従ってやるしかないと俺は思うよ、もう、うん、もうさ、うん、スネの特性を出してさ、そう、まあ獅子座の太陽もそうだしさ、そうなんだよ、ね、そういう特性だしさ、ガンガンやるしかないんだと俺は思うけどね、私なんかインド先生で獅子座の太陽だから、うん、獅子座の太陽らしく生きていくって決めたわけだよ、うん、そう、ホロスコープを持って生まれてきたってことは、そう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 、うん、じゃあ獅子座の太陽的生き方って何なんだろうって、やっぱりそれを極めないといけないわけだよね、うんうん、それしかないと思うけどね、うん、うんうんうん、でもねやっぱりこういろんなことでこう自分が分かってきて、やっぱり今すごい楽だよ、うん、本当そうだね、まあ、ちょっと前のこうあがいてたあの自分にさ、うん、早く教えてあげたいよって思うじゃん、そういう人が今いたらね、うん、45の今から10年前の私がいたら、うん、もっと早く教えてあげたと思う、うん、そうだね、まあでも時期なんだろうけどね、そりゃそうだ、やっぱりそういうあがくこと体験をしないとさ、うん、楽さは感じられないんだから、苦しみがないと楽は感じない、そうだね、比較だからね、うん、そうそうそう、あの頃の自分に比べてなんで今私は幸せなんだろうとかね、うん、だからずっと一生幸せな人は幸せ感じないんだから、かもしれないね、分かんないかもしれないね、そう、うん、
だそんなことがあるからさ、そんなこんなでね、いい勉強させてもらってて、今の体占いの鑑定士は募集中です。ああそう、ぜひぜひ、うん、そうだ、ホームページも書き換えなきゃいけない。そうホームページ頑張ってね、うん、今フェイスブックの方に上げてるんだけど、うん、ああそう、フェイスブック毎日上げておけばいいよ。本当ですね、やってますよって、はい、やってます、やっぱやってってやってること分かんなきゃ誰も頼めないんだよ宣伝して、本当に私の宣伝マンになって、頼めないじゃん、頼みたくても頼めないんだよそうだよね、うん、うん、そう、どこどこでなんか珍しいもの売ってますっつったってさ、うん、黙ってたら買いに行けないんだから欲しくったって。そうだよね、そうだよね、私の PR 大使になって、ね、よろしくお願いします。大使、 PR 大使、もうちょっとこうやっぱりなんていうのかな親切にやらないと。はい、親切に、はい、やります。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。